今回の企画は洞窟で素材集め選手権。スナップショットというベータ版に巨大な洞窟と湖のようなエリアが追加。そこで今回は2チームに分かれて巨大な洞窟を探検。制限時間30分の間に洞窟で手に入る鉱石やモブのドロップをどれだけ集められるかを競う。果たしてどちらのチームが勝利するのか。チェスト1個じゃ足りねえだろう、はい。怒ってる。そんなに舐めてんな。結構死ぬと思いますよ。結構危ないっす。そっか危ねえのか。確かに。これなるほど、ね、暗いなんで実は。確かに。そっか、真っ暗なのか。難易度上がってんな。相手もめっちゃ集めろってことね。オッケー。じゃあ行きまーす。はい。じゃあ皆さん、5分を。よし、ボンさん行きますか。あ、ごめん、スピーカーミュートになってた。もう一回。吉本さん、いきます。はい。ごめんなさい、ミュートしてた。チームセーフ。吉本さん、行きましょう。通路。急にそこ。そういうこともあるから。ちょっと待って、これ。一旦スキル飛んで。相手もいっぱい集めるでしょ。そう、相手もいっぱい集めればいいから、こいつらも OK よね。一回斧作った方が早い気するな。素手で殴っても。痛い。これね、今僕たち見えてるけど、なんか今日暗視のポーションついてて。なるほど。あ、めっちゃ。じゃあ脇潰しにはなってないんだ。なってない。真っ暗の状態で今僕たちここにいるのよ、多分。めちゃくちゃいる。めちゃくちゃモンスターいる。やべ。全部ドルさんにヘイト言ってるわ。え、なんでこんなに。こんなに俺のとこも来た。やばい。やべ、死ぬ。お父さん気をつけて。早くも身を守る術をね、持たれていた。あ、確かにこれやばいな。てか、いすぎじゃね、これやべたぜと。やばい、これドズルさん食らってくれ。やばい、ドズルさんに盾にされてる。これで、一回斧とかあの、ツガシと作って。いや、ドズルさんやばい、めっちゃ攻撃されてんねんけど、ドズルさんちっちゃいゾンビに。オッケー、とりあえずツルハシと斧とか CC ツールとか全部作っちゃうって感じだね。そうだね。あ、ドズルさんが俺で使ってる。許せねえ。とりあえずどうなんやろうね。まあいろいろゲットしつつ、の珍しいものも。そうだね。鉄じゃないとゲットできひん新鉱石とかあるかもわからんよね。あー、銅はね、確かそんだけど、アミジストがわからん、正直。あー、まあ一応鉄は作っといても損はないって感じか。そうだね。鉄装備に盾とか持っとくと楽かも。スケルトンとかで。でもフニックとかゲットしつつ、やっぱりこれ面の近くで死んだら面に取られそう。まあ、ドズさんヘイトやばいよね。かわいそうなぐらいヘイトが。いた。やべ。ドズルさんの残滓がこっち来た。やばい。それ最悪。ツール作って。あ、やっと最低限、やっと最低限の石器時代。石器時代までが長かった。俺まだ何も作ってない俺。オッケー、ボンさんのも作るわ。はい、ボンさん石つるあげます。これなんか新しい素材ゲットしたいですよね、せっかくだから。じゃあほんとそれ、アップデート後の何があるのか俺全く知らないですよね。いや、僕も知らないけど、あれさっきここら辺に銅があったのに掘られてやがる。いや、この面が近くにいるのが厄介すぎる。面がね、ちょろちょろしてんの。あ、石だった。ちょろちょろしてるでしょ。ちょろちょろしてんのよ。あ、金とかある。金鉱石あるじゃん。あ、金はね、鉄だな。ね、鉄の斧作るわ、ちょっと俺。オッケー、鉄の斧。あ、金斧。金斧。やばい、俺死ぬ。あ、まあ、前回勝ってるからな。まあ、正味このまま見たら我々勝つね。この真下にあるやつってこれ掘れんの？掘れんの？このね、めっちゃ黒いやつはね、岩盤つって絶対壊せないやつ。あー、なるほどね。世界一時間かかる。こう石系のツールだけで、こうもうアップデ関係全く関係なく稼げそうだけどな。確かに。なんと木も。そう、木系でさ、だいぶ木の木材系でいけるでしょ。で、今後だって今座標がさ、今マイナス47なんですよ、これ高さが。今ってマイナス。そう、マイナスが出る、ね、高さが。そう。今って前ゼロだったよね。ゼロが一番下だったんですけど、あのマイナスの概念がね出てきたんですよ。これで。
だから相当深いところに今僕たちいますよ。そういうことか。今未知の世界にいるのか。未知の世界の深さにいる。鉄いる？鉄3つあるけど。お、ナイス。鉄はね、取れ、あーこれ取れねえんだ。それ取れるだけ取っとこうか。あ、てか鉄をのあげようか。1個俺が作って。あ、マジ？あ、そしたら盾作りてんだよね。盾作る？うん。あ、それか。つるはし、じゃあ麺の分作っとくわ俺が。あ、マジ？全然大丈夫、こっちも取れるから。お、もう焼いちゃったから、ちょっと作るわ、盾も。あ、よ、木とか足りてる？木足りてる足りてる。オッケー。こっちはもうチームワークでね。そうよ、なんか、これね、大事なの。とりあえず多めに取っとけばね、クラフト使えるから。あー、そういうことか。石炭とかもね、あの、とりあえず俺あの石炭ブロックも入れとくわ。これ、はい、鉄斧のと、お、センキュー。これ、こうやって。おー、センキューセンキュー、助かる。オッケーオッケー、これでいけるわ。わー、これ銅ブロックだ、すげえ。銅だ、変な感じ。なんか銅って確かなんか置いとくとなんか酸化するって聞いたんですけど、本当かな？ビーウレピー。焼いときます。え？ん？え？くそ、金取られた。やべ、ドズさんに金を取られる前に。やべ。収集ツールとか作ってもあれか、カウントされるんか。よっしゃ、全部吸った、全部吸った。オッケー。あ、多分カウントされる、カウントされる。あれだよね、これ多分何でもポイントになるって感じだよね。うん。そうそうそう、マジでいろんなもの作ったもん勝ちか。そう、でもぶっちゃけちょっとレアアイテムとか取らんとあかんやな、これさすがに。なっとれなかった気にして新アップでで、いつものやつ取りますとか言ったら、新しいアイテムありませんねとか言ってたら終わりよ。はい、任せて、新アイテム、うん、死ぬ気で集めるから。これなんかあれじゃないかな、この洞窟内にさ、それこそチェストとかあったら廃坑に。ああ、そっか、新しいアイテムか。そうそうそう、めっちゃそれで稼げそう。あるかも、あるかも。あ、ダイヤモンド発見、ボンさん。ナイス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 。ああ、チェスト発見、チェスト発見、きた。ナイスナイスナイス。え、なになになに、何がある？うーわ、もうめちゃくちゃいろいろある。勝った。いや、もう絶対作れないような名札とか。はいはいはい、きた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 。アクティベーターレールとかゲットしました。ダイヤ見つけてる。マジで強っ。それは強すぎ。え、もうダイヤ見つけてんの？うん、ドズさんが今ダイヤモンドの進捗達成したの。え、何このブロック？緑色のブロックあんねんけど、これ銅ブロック、もしかして。緑色のブロック？うん、それは俺知らんかもしれん。何それ？知らん、これ。あ、草だ、なんか草、苔みたいなついてるわ。何が正解？どう言ったら正解？あ、なんかオレンジ色の、これ銅ブロックちゃう？嘘、なかった。ね、あ、これ銅や、銅。え、なんだあれ、あ、え、何あれ、見たことないやつがある。なに、あ、これ銅か。え、違う、なんだこれ、見たことない僕、本当に。これダイヤじゃない。え、なんでこれ今の、え、何が起きてる、何が起きてるの。なんかツタみたいな、あの、ツタみたいな、コケみたいな。ツタってない、ツタってない。今ね、ブロックだと思って掘ったらツタみたいにペカって取れちゃってどっか行っちゃった。え、これなんだこれ。どっか行っちゃった。うん、ツタだな。なあれな、シルクタッチとかじゃなきゃダメとか、そういうあれかな。今日の目標、ラージチェスト5箱分。いや、いけるよ、ワンチャン。そんな、ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける。あー、ちょっと土も掘っとこう。土とか忘れがちだから。でも銅ぐらいしか。そうだね、これで取れるんだ、銅。光動けたからどうやって飛んだっけな、ハサミかな。ハサミいるん？いや、わかんないのよ、それが。これもっと地下掘ったらなんかあるみたいな感じあるかな。あー、どうだろう、なんか微妙なとこだね、かなり。あー、なるほどね。多分ね、64以下だともういけなくなっちゃうから。いやー、これなんか雲の目ぐらいや。あ、ダイヤ発見、ダイヤ。お、ナイス。銅ってどうすりゃいいの？銅がね、わかんないのよね。どうすればいいの？いや、違うよ、違うよ。どうすればいいの？すげえ、あっちこのボンさん、あれでガンガン作ってるよ、うん、面が。何？なんていうの？石切り台？石切り台で、こっちも石切り台で対抗しましょう。石切り台お願いします。
はい。ガチャン。これでボンさん頼んだコンプリート。任せた。僕はまた探検に行ってくる。いや、ゾンビの風が。石切り台フィーバー起きてるわ、今。マジ、俺今ゾンビ4体にとイチャイチャしてるから。やばい。めっちゃ来るんやけど、こいつら。あっち行け、あっち。鉄とかも余ったら、最悪終わった後には防具入れられるっぽいから、作っちゃっていいかもね。あー、オッケー、じゃあ、もう取れるだけ取っとくか。はい、もう、あるものすべてを取っていこう。あ、銅燃やせた。新しい新アイテムですよ、銅。燃やして使うのね。そっからよね。燃やせてるね。あー、すごい、見て見て、ボンさん、ほら。なになになに？銅インゴット。この銅インゴットから銅使うかは。でもどうね、どうインゴットからどう使うか、ボンさんちょっとお任せしていいですか。いろいろ開発してみて。焼くのね、焼くのね。焼ける焼ける。銅、罠だな、銅は。違う、銅の、銅がなんか変色するらしくて、銅インゴットをうまく掛け合わせると、銅ブロックとかにならない。なんか変色すると別アイテムになるらしいんですよ。どうすればいいんだ。いや、なるんだって。どうすればいいの、今、どうここに燃やしてるから。はい。どうすればいいのよ。あ、ほら、ボンさん。ん？あ、4個の動員ゴットで、こうなる。これを、さらにハーフブロックにしたりとか、多分いろいろできるから。あ、そうなんだ。これ放置しとくと緑になるはず。ちょっと待って。面に奪われないように気をつけてて。はい。いや、普通に俺死にそう。ちょっと待ってな。モブ強くない？ちょっと。いや。裸だとね、やっぱ敵モブ強いよ。ね。普段防具とかに慣れちゃうとね、忘れるんだけど。普通に強いよ、こいつら。強いわ。ニワトリの卵でもう一回チートしたいな。体感やったわ。あ、帰れる道が分かったけど、スケルトンがえぐい量いる。あ、スケルトン同士やり合ってくれてるなんなら今は。あ、もう。それ勝ちよ。神。勝ちかけよ。俺はもうボロボロよ、これ。やばい、でもマジでボロボロになって帰ってきたで、俺。いや、もうその持ってて帰って、あー、終わり、帰ってきた。激戦の強者みたいな。鉄27、ダイヤ、あとこれが銅で、これ骨で、骨これちょっと被ってんだったら、弓もゲットしてよ。あ、弓被ってねえな。オッケー、被ってんの。じゃあ俺取っていくわ。これあのエンダーマン倒して、エンダーアイ、あ、ナイスナイス、エンダーパールゲットするわ。それはめちゃくちゃいい。落とさない。落とさないと、お前。落とさないか。せっかくだからもっとなんか新しい素材見つけたいな。いや、ほんとそう、使いたい、せめて。銅装備とかないんすよね。あ、なんか、飛来神と、飛来神っていうアイテムありますよ、ボンさん。何、飛来神って。何それ。銅から作った飛来神。何それ。わかんない。なんかね、アメジストの部屋みたいのもあるんだよね。あ、銅できた、銅インゴット。すごい。やばいっしょ。感動やね。作った、ドーインゴット。上のチェスト入ってる。これすげえな。木も焼けば木炭が手に入るから、こういうのももしかしたら稼いどくなるかもしれない。新天地開拓したい感はあるけど、ちょっと今からだと危ねえかな。行ってきていいで。あ、マジで。じゃあちょっと装備とかいろいろ作っとくか。オッケー。え、うわ、銅山の木パクられた。そう。おい、えぐいぜ、この人。悪いね。しれーっとなんか横通って木を取っていった。座れてた。男のやり合いはね、水泳が基本よ。花崗岩、玄武岩、戦力岩、オッケー。ナイス。どうよくわかんないっすね。どう担当大臣。どう担当大臣、どうの加工の仕方が全くわかりません。どう担当大臣。あ、どういろいろできた。あ、クリッパー、おー、危ねえ。ここ危ねえよ、クリッパー。洞窟はない。洞窟ないっすわ。洞窟ないか。糸もう一個あったら別の作れるよ。糸もう一個。あ、でも剣さえあれば糸取ってこれるな。剣ちょっと、糸欲しい、糸。あ、オッケー、取ってくる。あと煽り機とか作れんで。オッケーオッケー、取ってくる。これハサミで取れんのか。あー、取れた。よかった。見えてるが、ちょっと遠い。いけるか、間に合うか。なんか額縁手に入ってんやけど。額縁、あ、それ多分パンのとこだ。これ赤アウト、これ。それ多分違法額縁だ。なんか額縁手に入ってんやけど。戻しとけ。戻してきたわ。ど
なんかあるかな。こういう石切り台もね、入れとかなきゃ。丸石のハーフブロックとか作った？あー、多分作ってあるな、うん、あ、これ、と、これ、これ使えるわ、これ。どうぞ。工事屋ってやつ、これ。あー、それ、いいね。それ使ってないわ。うん、工事台ってやつ。家事台な。家事台。フリックワイ、フリックワイヤーフック。あー、作ってない。ナイス。あっちも黙々とやってるだろうな。めっちゃ夢中、今。夢中になりますよね。ドロッパー作って、でのホッパー作りました。ホッパー作ってないですか。ホッパー作ってない。はい。バケツは。バケツ作ってない。オッケー、バケツ作ります。ホッパー作ります。新要素を全く活かしてない。いや、どうめっちゃコンプリートしてるから。どう担当大臣。どう担当大臣だぞ。任せてください。任せてください。もう作れるのないな。勝ったわ。勝ったでしょ。これは音符ブロック作ってない。音符ブロック作ってない。音符ブロック任せてくれ。鉄のチェストプレートだけ作れない。チェストプレート頑張ります。時間ギリギリで残り30秒。やばいやばい。早く焼けろ早く焼けろ。20秒。防具防具。あ、防具はね、頭と足だけ。あとチェ、あ、胸とズボンはない。胸とズボンはない。オッケー。鉄残りあと1分。ピピーが来るわ。あのピピーが心臓にある。ピピ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 ー。釣り竿。お、ない。作れる？釣り竿、糸があれば。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。糸1個ある。死にそう。糸2個。あ、糸こっちに1個あるから。あらあらあら、俺がある。俺それ任せて大丈夫。釣り竿、あ、作った。あ、じゃ作った俺が。俺ボート作るわ。多くの看板作った。木がね、棒がね、棒がね。棒俺ある、棒俺ある。あ、タイマー作るわ、俺が。オッケー。これで、時間切れか。時間切れかも。ピピー来るよ、ピピー。ピピー来る。まず、トズさんのピピーが来るまでは多分大丈夫なのか、これは。ちょっと、よし、オッケー、危ねえ。ピピ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 ピチャリーン。皆様、よろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。よし、これ楽しみだな。やばいなこれ。じゃあ一箱目から見ますか、それぞれ。はい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 、はい、ドズボンチーム一箱目こちらでございます。おお、まあ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 、危ないっすね。宝箱見つけましたか。あ、バレた。そう、名札とかアクティベーターレールとかね。そうそうそう、宝箱系を見つけたのと、あとボンさんがかなり工夫していろいろ作ってくれてますね。めっちゃいろいろ作ったなこれ、うん、木の木材系とかね、あの鉄とかフニックとか、ボンさんが頑張ってくれました。じゃあオラメン一箱目、はい、オープン、はい、わあすげえ、時計とか作ってる。時計、なるほど。時計、なるほどね。組み合わせで入れるやつをちょっとぶち込んだりと。いやー強いな、うんうんうん、あれどうもやっぱもう早めに平石出た。平石作ってるわ。2番目入れましょう。確かに忘れそうなやつはね、早めに新要素も入れつつ。いや素晴らしいかぶりなしでございます、はい、続いて、はい、ドズボン200個目、こちら、はい、こちらもね、僕たちもダイヤめっちゃあるじゃないですか。そうダイヤがね、割とたくさん掘れて、だからダイヤツールとか装備も作ったのと、あとは、銅系のやつとかね、平石ももちろん入れました。はい、はいはい、こんな感じ。レッドストーン系もここで使ってるかな。はい、じゃあ続きまして、メンオラ2箱目こちら、はい、あ、これ取れたの。光ゴケ。はい、光ゴケ。どうやって取った。どうやって取った。ハサミか。ずー、あー、ハサミか。こうやってずるい、ずるいぞ光ゴケは。ずるくはない。いやでもこっちなんかすごいな。ディスペンサードロッパーもちゃんと作ってるし、骨ブロックも作ってる。すごい。あ、よく倒したな。強いなこれ、やばい。あ、ダイヤもちゃんとツールも作ってっていう感じですね。なるほどなるほど、はい、じゃあ続きましてドズボン3箱目、ここで勝負よね。やばい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 、ここで勝負。 いきます、せーの、バン。ドズボンは、3列目の1個足りない感じ。そして麺たちはほら、おお、よしよしよし。あ、ちょっと待って待って、誰か壊したでしょ。はい、改めまして、ドズボンは鉄装備と
あと金系のやつね、あのツールとかをボンさんが一生懸命、ね、はいはい、ツール 金がねでかかった。そう、僕鉄と金をね、めっちゃ掘ったんすよね、うん、そう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 、この装備系が強いかなと思って。そしてメンゴラは、あ、ここで立てるのかね。金ないですよね。確かに。金、あ、金だね。あ、金が、確かに金で装備とあのツールとあと感圧板とかで結構差がつきましたね。確かに確かに。いやー、強い強い。よし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 。はい、ということで、今回勝利したのはドゾンチームでございます。おめでとうございます。よしよし、なんか久しぶりにボンさん勝てましたね。勝てたね、今日はね、よかった。今日ドズボンマジもう一言も喋ってないから。いやいや、喋った。黙々と、黙々とやったから。仕事人だ。仕事にしまくった。いやー、でもやっぱ新要素をちゃんとね、取り入れたメンオーラもさすがでしたね。うん、光ゴケとか。光ゴケ、よく取れたな。これ、僕たち取れねえ取れねえって言ってたんですよね。うん、諦めちゃった。早々に諦めた。いやー、でも、あの、改めてアップデ後の世界、ちょっと今日探検してみましたけど、うん、めっちゃ楽しみですね、うん、いや、すごかったっすね。ここの空間だけでも今までないような空間ですし、今後もっとね、地下の探検があの楽しみになると、いうことで、またアップデが来たら、いろいろな企画もやっていきたいなと思いますので、ぜひね、今日の動画面白かった方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いして、え、麺何してるの？何それ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 望遠鏡です。何望遠鏡って。え、何これ何これ、使うと、遠くに。わー、やべえ、めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、これやばいやばい、なにやこれ、すげえ、めっちゃ見て、すげえ望遠鏡、めっちゃ拡大されるというところで、じゃあみんな望遠鏡向いてこっち向いてください。はいはい、ということでなんか狙われてるみたいなんだけど、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。バイバーイ。もうボンさんが悪いことしててもこれで。これで一発よね。あ、見つかるわこれ。厄介だな。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。おすすめの動画も見てねー。見ればあなたの生活がゴールデンになります。めちゃくちゃうさんくさいよ。ゴールデン変な感じで使わないでよ。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。